皆さんこんにちは。てっちゃん223系です。2021年3月13日に JR は春のダイヤ改正が行われました。今回の改正でほとんどの路線で最終電車が繰り上げられました。もちろん紀ノ国線でも最終の御坊駅が繰り上がりました。他にも変わったところがありますので、今回はダイヤ改正でどう変わったか見ていきたいと思います。なお、ダイヤ改正前の運用については以前の動画で出していますので、そちらをご覧ください。さて、今回のダイヤ改正で変わったところは、大きく分けて4つあります。まず1つ目は、和歌山方面の始発の繰り下げと御坊方面の最終の繰り上げです。以前は、始発の和歌山駅が、御坊駅4時57分発だったのが、今回の改正で5時12分発と15分ほど遅くなりました。また、御坊駅の最終も以前は、和歌山0時3分発だったのが、今回の改正で、23時31分発と約30分近く早くなりました。二つ目は、パンダ黒潮の運転時刻の変更です。以前は6号、3号、26号、25号での運転でしたが、今回の改正で、4号、1号、26号、25号に変わり、白浜止まりから新宮までの運転となりました。これに伴い、黒潮20号と24号は白浜始発に、22号と26号が新宮始発に変更。283系のオーシャンアローも4号、1号、24号、21号、16号、13号、32号、33号から、6号、3号、20号、17号、16号、13号、32号、33号に変わります。また、白浜発着の黒潮号はすべて、三ノ島、藤波、湯浅、水辺の4駅に止まります。3つ目は、湯浅から御坊間の一部列車の運転取りやめについてです。今回の改正で、和歌山駅10時22分発、11時22分発、12時50分発、13時50分発の4本が、御坊駅から湯浅止まりに変更となります。なお、湯浅駅到着後の模様につきましては後日投稿します。最後は、すさみ発和歌山駅と五条発、紀伊田辺駅の区間短縮と、227系の運転区間拡大についてです。今回のダイヤ改正で、すさみ7時17分発の普通電車、和歌山駅と、五条6時18分発の普通電車、紀伊田辺駅がそれぞれ御坊止まりとなります。そして、すさみ発の電車は折り返し普通電車紀伊田辺駅に、五条発の電車は折り返し、普通電車和歌山駅となります。これにより、昼間の和歌山から御坊間のピストン運用に入る電車の1本が223系、225系から227系に変更となります。また、紀伊田辺から新宮間の普通電車につきましても、105系から227系に変わります。これにより、紀ノ国線の全駅で IC カードの利用が可能となります。以上が紀ノ国線のダイヤ改正についての紹介でした。次回は、昼間の和歌山から御坊間の運用の変更点を簡単に紹介していきます。それではご視聴ありがとうございました。